12月1日木曜日、西丸の内のお城西公園で、平成28年交通安全防犯防火合同出発式が行われました。この出発式は、交通事故や犯罪が多くなる年末を前に、交通安全や防犯、火災の予防について市民に広く呼びかけようと、年末の交通安全県民運動の初日となる12月1日に行われました。式には警察や消防をはじめ、交通安全協会や地元企業、自治会などおよそ250人が参加しました。出発式にあたり、津市交通安全対策会議の会長を務める前橋長が次のように話しました。津市は市民の安全のためにこれからも一生懸命頑張ります。警察と消防と十分な連携を取りながら、この年末の交通安全防火防犯運動も一生懸命進めていくことを、ここにお約束を申し上げてご挨拶といたします。続いて津警察署署長の堀和邦さんが、警察行政だけでは町の安全安心は守ることができません。地域、学校、家庭がみんな一緒になって意識を持って取り組んでいただくことが大事です。年末の活動をしっかり行い、元気にお正月を迎えられるように祈念しますと挨拶しました。式では地元企業による飲酒運転根絶宣言、豊川家地区自治会連合会による防犯メッセージが読み上げられた後、聖ヤコブ幼稚園の子どもたちが火の取り扱いについて発表しました。少しの油断が火事のもと、火災をなくそう津市の町、聖ヤコブ幼稚園幼年消防隊。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。三重県内には12月31日土曜日まで交通死亡事故多発非常事態宣言が発令されています。11月末日現在、津市の交通死亡者数は16人で、昨年の同じ時期と比べて10人増加しています。津市では慌ただしい年末、気の緩みがちなお正月に、交通事故や犯罪の被害に遭わないよう注意を呼びかけています。